どうも、たつやです。今日はですね、あの、すごく短い動画になるんですけども、最後まで聞いていただきたい動画になります。えっと、すごく不安になったりとか、あの、反素思考とか、うつとかになったりする人、すごく多いと思うんですね、最近だと。で、そういう時に自分を責めないでほしいんですよね、自分を。なこれなんでかっていうと、そういう、例えば、うつになって外に出られないとか、えー、なんだろうな、不安になるとか、ですごく怖くなって、そういった自分を、あ、自分やっぱダメだなとか、 なんで自分はこういうことできないんだろうとか、ね、みんなと少し離れちゃうなとか、いろいろとこう不安になると思うんですけども、それは自分を守るために体がやってくれてることだっていうことを分かってほしいんですね。自分が、その、なんだろうな、うつ、例えばうつ,つで外に出られないとか、ね、不安で何か行動できないとか、そういうのって、そこに行かなければ自分は助かるから、 人間の本能として、そこに行けないようにしてる。外に行けないようにしてるんだよね。不安もそう。不安を頭によぎらせると、その行動しなくなるから、自分のせい、な、自分がその怪我したりとか、自分が傷ついたりしないようになるから、そういった機能っていうのは昔からね、その、なんだろうな、昔のその人間の、もっともっともっと前の、なんだ、生き物の状態からそういうふうな、自分を守るための機能としてあるんだよね。なので、自分が、自分はダメだなとか、 そういう風なものを責めるのはね、本当にやめてくださいと。で、それを自分を守るために、そういうシステムがあるんだなって。だ自分が悪いとか、自分が弱いとか、そういうことじゃない。で、その周りの人もそうなんだよね。あの、なんかしっかりしなさいとか、その、早く、なんだろう、ね、学校行きなさいとか、早く仕事行きなさいとかって、そういう風に言,わ言う方いるんですけども、あの、本人にはいつ、 行きたいし、やりたいし、もしかしたら行きたくないとこもあるかもしれないし、でも、体が反応して、それを行きたくない。で、不安になったりあの、あの、不眠症になったりとか、鬱になったりとか、パニックになったりとか、どんどんしちゃうんだけど、自分の体が自分を守ろうとしてるんだよね、本能的に。それぐらい自分はそこに、なんだろな、危険を感じてる。で、それを周りの人はもっとちゃんと行ったらない。根性で行けとか、言うかもしれないけど、それはそういうことじゃないんだよね。 なので、じゃあ、どうやったらその不安を減らせるかとか、どうやったらその不安に、えー、体制をつけられるとか、そういうものをもうちょっとその科学的に、あのー、ちゃんと調べて、そこをちょっとずつ、あのー、鍛えるじゃないけど、強化、まあまあ強化でもそうか、そういうふうにして改善していくことが必要になります。そ,そして、あのー、なんだろうな、何回も言いますけども、自分を責めない。絶対に自分を責めない。自分のせいじゃないから、それは。 そういうことをすごく大事にしてほしいなと思います。こうやってコロナとかで今世の中が大変だし外に出られないし日光にも当たらないしそういうふうに自分との向き合い時間が長くなってどんどんと自分何やってんだろうなとか自分これでいいのかなっていうふうなあの自分への問いかけってすごく増えると思うんだけどそれのせいでやっぱり自分ダメなのかなみたいなことを思うと思う。でもそういうことじゃない。そこじゃないんだ。 自分はいろんなことをやってみたいかったりとか、自分はこんなことをしたい、こういうふうに生きたいとかあるかもしれないし、でも体は別なんだよね。体は生きるっていうことだけを、生存本能だけが一番大事だから。自分がやりたいものと体が思っていること、頭が思っていることって別なんだよね。そこをしっかりと理解して、そういう不安がよぎったりとかした時、体が外に出たくないと思った時に、どういう不安に体が反応しているんだろうかとか。 そういうふうに、ちょっと自分を客観視して見るっていうのがすごく大事になります。そういう、あの、不安とか、そういう、なんだろうな、あの、うつ的な症状を、で、おらげるのにはね、こういう、まあ、これはね、えっ、ー、と、ケリー・マクゴーニガルさんの、お、ミエネカさんの、あの、この写すはスタンフォードの先生なんだけど、あの、ヨーガとか、あの、呼吸法とか、これは、 えー、ジョン・カワット・ジンさんのマインドフルネスという提言を、こういうものがある。これは何かっていうと、呼吸とか、主に呼吸で自分の体がどういう風になってるのかなっていうことを、あの、なんだろうな、そこに意識を向けるためのトレーニングです。あの、なんだろう、宗教的なものとかではない。要はちょっとそうかもしれないけど、そこから、あの、ちゃんとした科学的に使えるものだけを取ってやってるものです。そこだけをね、抽出して。 なので、こういったもの、24時間使えて、どこでもできて、そういう風な自分を守るための技法っていうのをね、ちょっとずつあのやってみてほしいなと思います。ちょっとずつこの、何度かチャンネルでそういう風な、あの、自分を守るための技とか、テクニックとかね。まあ、いつもゲーム感覚やってもらってるんだけど、それを楽しんで、自分を、なんかね、あの、何かやってみたいと思った時にそこに行けるような、自分っていうのを作っていってみてほしいですね。ね。なんだかんだでちょっと、あの、5分ぐらいに話してるのかな。 うん、でも、やっぱりね、その、自分が思ってやりたいことと、自分が、の頭とか体が反応してるものって別なんだよね。これは絶対分けて考えないといけない。で、自分が悪いとか、ここを体が考えてるとか、脳が考えてることを自分が悪いとか、自分が弱いとか、そういうふうには絶対思わないで、こっちがね、考えてるから、じゃあこっちを、 いやこっちに優しくしてあげるにはどうしようかとかね。他には人間の機能っていろいろとあるって、例えば草むらがガサガサって動いたら、そこに、あの、脅威を感じるんだよね。何か飛び出てくるかもって。そうすると、そこに意識ずっと行っちゃうんだよね。例えば反数思考とかだと、その草むらがガサガサって動いたら、その草むらがずっと動き続けてる状態。ポケモンとかだと草,草むらがガサガサって動いたらそこからポケモン出てくるんだけど、でも、じゃなくって、 現実だとポケモンじゃなくてなんか、ね、蛇が出てきたりとかするわけよね。人が出てくるかもしんないし。それにずっとの草むらってガサガサって動いたら、んって確認するでしょ。それがずっと揺れてんだよね。ガサ,ガサ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 って。そうするとずっとこっちに意識を持ってかれる。何かに集中しよう。でもこっちに持ってかれる。みたいなね。こういうものも、あの、瞑想とかで、ヨーガとかそういうもので少しずつ前頭葉を鍛えることで、 扁桃体と前頭葉の関係であるんだけど、前頭葉を鍛えることで、解消していったり、良くなったりするから、諦めずに、自分に優しく、で、自分がやってみたいなと思うことに、ちょっとずつ挑戦するために、自分と向き合って、自分が考えていること、自分の頭が考えていることを別個にして、で、こっちの方を自分で、あの、トレーニングして、客観視して、自分がやりたいこと、やってみたいこと、楽しくなるようなこと、ね。 もちろん乗り越えないといけないこともあるだろうけど、こっちにどんどんと動けるような、ね、自分を作っていってほしいなと思います。そんな感じで。ね。短い動画にするはずだったけど、長くなっちゃったね。そう。僕がこ、とっても大事なこと、そう、聞いてくださいね。とっても大事なこと。僕は、こういうふうに、例えば知識とか、こういうふうにしたらいいよとか、そういう風うなことは、どんどんと発信できます。でもね、みんなが、僕ができるのはそれだけ。それをどうする 実際にやって自分を健康にしていくとか、実際にやってちょっと挫折しちゃうとか、いろいろあると思うけど、それを乗り越えるのは皆さんなんですよね。僕ができるのは情報がこういうことあるよとか、こういうことやってみたらいいよとか、そういうことだけなんだよね。僕は皆さんを助けることはできないんだよね。自分で皆さんがこういう情報をあのゲットして、読んで、もしくは聞いたりして。で、それに自分たちが皆さんが挑戦して、その結果として皆さんが 勝手に元気になっていってるだけなので、僕は、まあお手伝いとしてはこういうものがあるよ。こういうふうなことをやってみてね。こういうものを食べてね。とかいうことを発信することはできるんだけど、その先は皆さんが、あの、おの挑戦していかないといけないところだから。僕ができるのはこういったところ。なので、その先は皆さんが。 ね、それを使ってみてで皆さんがどんどんと挑戦して勝手に元気になって勝手に楽しいことをやってほしいと思います。ほんで元気になってその勝手に楽しいことをやってそしたら周りの人もねきっと皆さんの周りにこういうなんだろうな辛い人ってたくさんいると思います。どんどん増えていくと思いますこの先。 その人、そういった人にまた教えてあげてほしいです。そして、あの、自分がこういう動画を見てちょっと元気になったよっていうふうに教えてあげてもらったら僕も嬉しいし。で、そういう人たちがその元気になりましたみたいなね、そのメッセージくれると僕はもっと嬉しいんですよ。こんな感じでね、このチャンネルっていうのはやっておりますけども、そう。僕が例えば皆さんに知識を提供したら、皆さんが例えば元気になったとして、そしたら、その元気になった過程を皆さんは周りの人にまた ね、教えてあげられて、その周りの人がまた教えてあげられてっていう風になるから、そういう風に、あの、なんだろうな、ちょっとずつ良くなっていけばいいなと思います。な、そんな感じで、長 <laughs> 々と話してしまいましたけども、こういう風な、ね、例えば、ヨーガとか、呼吸とか、マインドフルネスとか、ちょっとこれは違うけど、これも結構面白い本だったね。そう、スマホのっていう、こういうものをたくさん読んで、たくさん勉強して、ね、心理学とか、共同経済学とか、 アクトとか、ね、行動認知療法とか、えー、筋トレとか、有酸素とか、食事とか、いろいろ勉強してます。で、僕はゲームもしますけども、そういった知識をがっつりね、あの、届けられたらいいなと思います。僕自身が乗り越えてきたとこなので。という、そんな感じで今日の動画、終わりにしたいと思います。ね、もしよかったらね、あの、皆さんに教えてあげてくださいね。こういうのあるよっていうの、それはちょっとでも良くなりますように。それでは、バイバイ。